Thank you for watching. This is Mark のSabel Channel. このチャンネルは洋楽の歌詞の解説や漫画やアニメの名言を英語で紹介する楽しみながら英語を学ぶためのチャンネルですが、今回はヤマピーこと山下智久さんが MC を務める2020年の東京オリンピックに向けて日本人の英語力向上を目指す民放では珍しい英語が学べるバラエティ番組ヤマピーの既成語より番組に出てきた使えるフレーズのまとめと英語をさらに理解するためのポイントをチェックしていきたいと思います。ではまずはこちら What's a day? これはお笑いコンビバイキングのなんて日だを英語にしたものになりますが、番組の中で What's a day? ってなく What a day? だと何度か直されていました。ではこの What's a day? と What a day? 何が違うんでしょうか。英文としては両方成り立っているんですが意味は全然違います。まず What's a day? ですが、これは、会話で使うことはないと思うんですが What is a day? で、1日って何ですかという疑問文、あなたの名前は何ですか、 What's your name? What is your name? と同じ使い方ですね。それに対して What a day? これは簡単文と呼ばれるもの、もともとは What a day it is? ですが、後半の主語プラス動詞は省略されています。What プラス名詞や How プラス形容詞から文を始めて、なんてないなになんだという驚きや感動を表す表現なので What a day ってなんて日だとなります。日本人にとっては What's a day も What a day も同じに聞こえるんですが、英語にするとこれだけの違いがあるので、ぜひこちらのポイントを押さえておいてください。ではさらにもう一つ、職業を聞くときに出てきたフレーズ、お仕事は何ですか。こちらは英語で What do you do? What do you do?それに対して会社員ですは I'm an office worker、 学生ですは I'm a student と答えることができます。 What do you do? あなたは何をしているんですか、つまりお仕事は何ですかというフレーズですが、こちらも気をつけないと What are you doing? と間違いやすいです。 What are you doing? は現在進行形で今何をしているところですか。それに対する答えは、例えばテレビを見ていますだったら I'm watching TV now、 夕食を食べていますは I'm eating dinner now ですね。What do you do? はお仕事は何ですか? What are you doing now? は今何をしているところですか。間違いやすいフレーズですが、ぜひこの2つの違いも知っておいてください。いかがでしょうか、正直なところこの動画はかなりお試しで作っている感覚があるので、これが英語の勉強に役立つのか、需要があるのか、もしかしたらものすごい不評かもしれないので、この番組まとめは反応を見ながらどうするか決めていきたいと思います。そして冒頭でもお伝えしましたが、このチャンネルでは洋楽の解説や漫画やアニメの名言を英語で紹介する動画もアップしていますので、もしよろしかったらそちらもチェックしていただいて、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。 Alright, thank you for watching. This is Mark La Sabel Channel. Macro Stereo